皆様ごきげんよう。今日なんですけど、ハート交換グループのメンバーの募集を、終わります。終了します。まあ、ちょうど今これ8日に、の金曜日ですね、に撮影してるんですけど、ちょうど7日っすね、に、2つ目のグループ、まあ、もう1個またグループが荒らされてしまいました。まあ、今回はそんなに被害はなかったんですけど、なんか裏で結構いろんなことが行われてたみたいで、まあ、ちょっとそのグループはもう解散します。まあ大きなトラブルになってからだったら遅いんでね。し、年齢層がやっぱり低いなって思いましたね。おそらくこの荒らし始めた人も何人かいるんですけど、多分中学生ぐらいだと思うんですよね。LINE って結構その個人情報とか、見ようと思えば、調べようと思ったら調べることができるんで、まあ多分15歳とか中学生ぐらいじゃないかなって思ってて、年齢層がやっぱり低いなっていうのは思ってて、まあとりあえず荒らされたグループはちょっと裏ですぐ何が行われてたのかわかんないですけど、まあもう解散します。なんでもう僕のグループには入れないですね。今荒らされたグループに入っていた人が、いう人が僕の違うグループに入りたいよっていうのも僕は一切受け付けません。もうこれ以上メンバー招待しないんで、って感じです。し、もう YouTube でメンバーの募集はもう今後しないです。グループを作る予定はあるんですけど、 YouTube でやるとどうしても年齢層が低いのでっていうのが分かったので、もうそれやめようかなと思います。YouTube でのメンバー募集はやめます。で、荒らされたグループですね。まあ、二つありますよね。前に一個荒らされたのと、今回のやつと。この二つはもう解散をします。っていう感じです。まあ、何か他に気になるようなことがあれば、僕の個人的な方に言ってきてくれれば、まあ、言ってきてください。まあ、っていう感じですね。まあ、今回荒らされてもそんなに被害は受けてなくて、本当に90人ぐらいいたのが、まあ、76人ぐらいになってるだけなんで、まあ、ただ裏で相当なことが行われてたんだと思います。あの LINE って本当に個人情報しか入ってないんで、個人情報特定とか全然できるんで、やろうと思えばね。なんでトラブルになってからでも遅いので、もうとりあえず荒れたグループもう解散しようかなと思います。まあ、他のグループも解散は、まあ今は考えてないですけど、今後ちょっとやるっていうこともあるかもしれないんで、まあ全グループ解散もね、っていうのも今後、全グループ解散もちょっと今後あり得ることなんで、まあ大きなトラブルにならないように、まあ、みんな気をつけてくださいって感じです。はい。まあ何か、あれば、僕の個人的に、まあ、LINE で何でもいいんで、LINE でも何でもいいんで、送ってきてください。言ってきてください。っていう感じで、チャンネル登録、高評価、お願いします。さよなら。